1977年日本グランプリは1977年の F1 世界選手権第17戦として1977年10月23日に富士スピードウェイで決勝レースが開催された。F1 日本開催は前年の F1 世界選手権 in Japan に続き2回目となる。今回は正式に日本グランプリの名を監視。 シーズン第5戦として4月17日に行われる予定だったが2月1日にスポーツ日本新聞社が日本自動車連盟に対して主催を辞退する旨を伝えた。前年度に多額の赤字を計上し今回も数千万円の赤字が予想されることから継続を断念したと言われる。ジャフは2月3日に日本グランプリの中止を発表したが その後国際自動車連盟や F1CA と交渉し、10月延期案を承認された。3月半ばに JAF を中心として TBS、富士スピードウェイ、白報道からなる日本モータースポーツ協会を設立。新主催者として F1CA と3年契約を結び、10月23日の日本グランプリ開催が正式決定した。 騒動の余波で国内の年間レーススケジュールも再調整が必要となり、JAF スポーツ委員会は、スポーツ日本社に対して3年間の国内、資格停止処分を下した。フェラーリのニキラウダは2000前のアメリカ東 GP で、自身2度目のドライバーズチャンピオンを決めた後、チームを離脱していた。ラウダの代役として、前線カナダ GP から、ジル・ビルヌーブが起用された。ビルヌーブは後に、 フェラーリのエースドライバーとなるが、この時点では、F1 デビュー3戦目の無名の新人であり、日本モータースポーツ史に残る悲劇の当事者となる。また、シーズン途中にターボエンジンを引っ下げてデビューしたルノーや、低迷の続くフィッティパルディもエントリーを取りやめ、来日しなかった。前年スポット参戦した、日本勢は体制を変更して、この一戦に臨んだ。小島はエントリーを2台に増やし、 星野和義と高原高支部という国内トップドライバーコンビが新車系009に乗る。タイヤは前年ヒーローズが使用したブリジストンタイヤ。また前年ヒーローズが購入したティレル007を名実レーシングが使用しベテラン高橋国光が F1 デビューした。こちらは前年小島が使用した日本ダンロップタイヤを履く。金曜午前の予選第一セッションは 医師団の到着が遅れたためキャンセルされ、午後の第2セッションの開始時刻を早めて120分に延長する措置が取られた。前年の勝者であるロータスのマリオ・アンドレッティが1分12秒23のトップタイムを記録し、マクラーレンのジェームス・ハントが僅差の2位。日本勢では小島の星野が6番手の高位置につけた。土曜午前の第3セッションでは、 前日のトップタイムが更新されず、アンドレッティの2年連続ポールポジションが決定した。ニーハントに続き、ブラバムのジョン・ワトソン、ハンス・ヨア・ヒム・スタックが、グリッド2列目を締めた。グッドイヤータイヤを履くチームは、気温の上昇で、左フロントタイヤが異常発熱するトラブルを抱え、決勝を見据えた対策に余念がなかった。星野は、電気系統のトラブルで11位、高原は19位、 高橋は22位だった。スタートポールシッターのアンドレッティは、スタートシグナルのタイミングを見誤り、加速が鈍って大きく後退した。予選2位のハントが、トップに立ち、以下、ジョディシェクター、ヨッヘンマス、クレイ・レガッツオージョン・ワトソンと続いた。8位に落ちたアンドレッティは2周目の 100R で、ジャックラフィットと接触し、コースアウトしてクラッシュ。ちぎれて転がったタイヤを避けようとした。 ハンスビンダーと高原が接触し、共にリタイアとなった。ハントは後続を引き離し、早くも独走体制に持ち込んだ。観客死傷事故発生6週目、14位のビルヌーブが1コーナー入り口のブレーキングで、ロニー・ピーターソンのインをついたが、右後輪に追突して宙に舞った。フェラーリのマシーンはティレルを飛び越えて、ノーズから逆さまに落下し、側転しながら、 エスケープゾーンの奥に突っ込んだ。ビルヌーブは奇跡的に無傷で脱出したが、立ち入り禁止区域で感染していた観客1名と警備員1名が死亡し、7名が重軽傷を負うという惨事となった。F1 の観客死亡事故は1975年第4戦、スペイン GP 以来1年半ぶり、日本の自動車レース界では初めての出来事だった。 ファンと最後の勝利独走するファンとの後方では2位以下が、互いに順位を入れ替え、見応えのある攻防を展開した。中盤まで2位、3位を走行していたマスト・ワトソンは、マシントラブルで、相次いで消え、シェクターはタイヤトラブルで、ピットイン。弱小円サインに乗るレガッツョーニが2位に浮上するが、検討及ばず44周目にエンジントラブルで、脱落した。 後方から追い上げたラフィットが2位に浮上するも最終ラップに燃料切れでストップ。これでカルロス・ロイテマンが2位、パトリック・デパイユが3位に繰り上がった。ハントは全周回ラップリーダーのまま2位以下を1分近く離して優勝した。ハントにとってはこれが F1 最後の勝利となった。ピットでマシンから降りたハントはやおらし服に着替え、今夜のフライトで帰国する。 渋滞にはまりたくないと言い残して帰ってしまった。2位のロイテマンも同じ行動を取ったため表彰台には3位のドゥパイエとフェラーリのメカニックしか上がらないという閉まらない幕引きとなった。日本勢最高位は高橋の9位。星野はタイヤのマッチングに苦しみ2周遅れの11位に終わった。レースの模様は当日午後にテレビで録画中継され、 事故直後の現場に死傷者が横たわる生々しい映像が放送された。翌10月24日の長官各紙は一面と社会面を割いて事故報道を掲載した。当時の富士スピードウェイの1コーナー外側には芝生のエスケープゾーンがあり、120メートルほど奥に高さ1メートルのタイヤバリアが設置されていた。死傷した観客や警備員は、 ダイヤバリア周辺にいて事故に巻き込まれた。この区域は関係者以外立ち入り禁止であり、外部とは高さ2メートルのフェンスで区切られていた。決勝日の朝、裏手の駐車場からフェンスの金網を破ったり入り口をこじ開けたりして、観客が侵入し、コース脇にまでせり出した。運営側は、場内放送で退去するよう呼びかけ、警備員に命じて6度排除させた。 一コーナーの監視ポストに安全確認した上で2分遅れで、レースを開始したが、スタート直後から300人ほどが再び侵入してきた。10名ほどの警備員では手に負えないため、タイヤバリアの前にロープを張ったが、逆にそこまで入っていいと受け取られ、臨時の観客席ができてしまった。観客たちは三脚付きのカメラで撮影したり、テープレコーダーでエンジン音を録音したりしていた。 フェラーリは時速 150km でティリルに追突。バウンドしながらエスケープゾーンを突っ切りタイヤバリアを飛び越えて裏手の斜面に着地した。ビルヌーブ自身はシャーシに守られて無事だったがちぎれ飛んだタイヤや部品に当たって死傷者が発生した。ビルヌーブはマシンの不調で予選から低迷しており事故後にピットに戻るとピーターソンに ブレーキペダルが戻らなくなってしまったと誤ったという。主催者は救護活動に支障はないと判断して赤旗中断せず、木旗振動のままレースを続行した。7万4千人の観客が混乱しないよう配慮したため、大多数の観客はレース終了後に事故のことを知った。サーキットの救護班と小山町消防署の隊員が出動し、医務室で応急処置してから、 御殿場病院に搬送したが、負傷者全員を収容するまで1時間半を要した。静岡県警御殿場署は、業務上過失致死傷罪の疑いがあるとして、ティレルとフェラーリの事故車両を押収。翌10月24日にピーターソン、ビルヌーブ両名及びチーム関係者の立ち会いの元現場検証と事情聴取を行った。その結果、 国際レギュレーションに則っ,ったレース中のアクシデントと判断し、ビルヌーブを書類送検処分として、全員の帰国を認めた。マスコミ各社は立ち入り禁止区域に観客が侵入した状態でレースを行ったこと、救護活動中にレースを続行したことを挙げて、主催者側の安全管理意識を問った。さらに、排気ガス公害やオイルショック、スーパーカーブームの異常加熱、 暴走族の騒音問題といった1970年代の自動車環境を反映して、モータースポーツの危険性と青少年への悪影響を指摘する内容も目立った。新聞各紙には、失踪の魅力誌と同居、弾丸 F1 ファンを鎖間のカーブ血染めの芝生、加熱が読んだ三次安全対策は、落語、失踪マシンの魅力に縛られ忘れられた危険、という辛辣な見出しが並んだ。 11月10日、日本モータースポーツ協会は残り2年間の F1 開催契約を解除すると F1CA に通達した。再三面での失敗、死傷事故の影響から F1 日本開催は1987年の日本グランプリまで10年間の空白期間に入ることになった。ありがとうございます。